グッドモーニング YouTube。今日は埼玉医大国際医療センター野本先生によります、タイトル通りですね、認知行動療法っていうのは、心臓病を持っている若年の、デプレッション、うつ病の患者さんの心理的苦痛を軽減して、予後を改善するという非常に興味深いお話ですね。はい、お願いします。よろしくお願いします。まずコンクルージョンですけれども、心臓看護師さんが、精神的苦痛を伴う心臓病患者に心臓リハビリテーションと一緒に行う簡単なグループでの認知行動療法 CBT は不安と抑うつに効果がありまして、6ヶ月の時点で QOL も改善されまして、リハビリテーションの遵守率も改善します。また心血管での再入院の減少が得られたということも報告されています。で、イントロダクションですけれども、冠動脈疾患の心理的影響というのは非常に大きいということがもう過去に報告されてまして、不安と抑うつというのは、心血管、冠動脈疾患の患者さんの最大3分の1に影響を及ぼして、QOL の低下や罹患率の増加、あと心疾患より全死亡率の上昇と関連していることが示されています。これ、罹患率の上昇というのは何の罹患率の上昇？リスク因子、心血管因子、疾患の、罹患率の上昇という形で、不安と抑うつがある人っていうのは、その心血管病のオーバーラップが多いということ？再発のリスクが高くなる。再発のリスク、はい、わかりました。はい。で、どういった患者さんが、多くなってしまうのかというところなんですけれども、左にお示ししているのが冠動脈疾患における不安や抑うつのリスク因子なんですが、これちょっと意外だったんですけど、高齢者よりも若年者の方が、55歳以下の若年者の方が心血管イベントを起こした後、不安や抑うつを発症しやすくて、これは納得かなと思うんですけど、うつの起用とか、単身者の方っていうのも、そのリスク因子になるというふうに報告されています。あとは社会経済的な地位 と、精神的な苦痛っていうのも死亡率に関連することが報告されてまして、社会的、経済的な地位が低くて、不安とを抱えている患者さんっていうのは死亡率がより上昇するということが、こちらのグラフで示されています。これ家族性っていうのはどうですか？家族集積性、遺伝的、あんまり リスクにはなってないんですかね。それはちょっと読んだ文献の中にはあんまり明確には書かれてなかったかなと思います。はい、わかりました。はい。で、復職に対するその抑うつの影響というのももうすでに報告がありまして、こちらは MI 後12ヶ月で復職における抑うつと不安がどういうふうに影響するのかっていうのを示ししているんですけれども、モデルさんっていうのがさまざま適正化された、モデルになりますが、MI 後12ヶ月で復職において、抑うつと不安っていうのは約、復職ができないリスクっていうのが2倍から4倍まで跳ね上がるっていう形になります。で、最近はですね、入院期間が短くなっていく方向にどんどんなっているとは思うんですけれども、それ自体はすごくいいことだと思うんですが、今まで示したようにですね、抑うつっていうのは非常に重要な要素にはなってくるんですけれども、その短い入院期間でその心理的負担まで対処するというのはなかなか難しいというところで、外来でフォローアップしていくことが重要になっていきます。で、そうなってきたときに、じゃあどういう方法がいいのかっていうことなんですけれども、こちらは2016年の ESC の心血管疾患の予防のガイドラインなんですけれども、もう2016年のガイドラインの時点で、心臓リハビリテーションというのの地位は確立されていて、クラス1の推奨度というふうになっています。で、その後2018年、こちらは冠動脈疾患 と、抑うつに関してのポジションペーパーが発表されているんですけれども、このグラフちょっ と、複雑ではあるんですけれども、うつ病が存在するとですね、それだけによって、心臓病患者さんにおける息切れとか共通症状というのも増加しますし、さらにそういった症状自体も抑うつも悪化するという負のスパイラルにはまるということが報告されています。で、このポジションペーパーの中でのリコメンデーションに関しては、抑うつのスクリーニングと認識、抑うつへの対処や運動や精神療法などの非薬物治療を検討する必要があるっていうのが、リコメンデーションとして述べられてまして、should be っていう形で比較的強い表現にすべきであるというふうに推奨されています。これ、今日の本題にもあるのかもしれないんですが、
その抑うつっていうのは間接的に内服率とかリハビリテーションの継続率っていうのを下げることによって予後を悪くしてしまったりするのか、それとも直接的なその、なんていうかフィジ、うん、なんだろう、メカニカルなものがあるんですか？一応こちらのポジションペーパーの中で述べられていたのは、先生がおっしゃるように、遵守率とかそういったものが下がるっていうのもあるんですけれども、それだけじゃなくて、抑うつによって神経帯域性因子が活性化して、そのインフラマトリーチェンジが起こるっていうのも、生理学的にも一応そういう悪化の因子になるだろうっていうふうには述べられていました。わかりました。で、そうですね。こういったポジションペーパーなどの、を受けまして、2021年の ESC の心血管疾患のが、予防のガイドラインにおきましては、もちろん心臓リハビリテーションクラス1の適用になっているんですけれども、さらにですね、この心臓リハビリテーションは運動だけじゃなくてですね、より包括的なものであるべきだというふうに述べられていて、その中で精神面へも介入するということが推奨されています。以上からですね、先ほど言った疑問なんですけれども、どのような方法がいいのかっていうところなんですが、やっぱり外来でフォローアップするときには、心臓リハビリテーションと組み合わせていくっていうことが、精神面に対処するのは推奨されているという形になります。ではですね、どのような方法で誰が介入するのがいいのかっていうことなんですけれども、これは HATS っていうスケールなんですけれども、患者さんの不安や抑うつ症状を評価するためのアンケートでのスケールになっています。で、これは不安症状の7項目と抑うつ症状の7項目の計14項目で構成されてまして、各項目が4段階で採点されて、点数が高いほど、抑うつとか不安のレベルが高いということになります。だいたい8点以上っていうのが抑うつとか不安の疑いっていう形になって、11点以上が臨床的に有意なレベルっていう形になってきます。で、これ一応日本訳されたものもありまして、バリデーションスタディとかも報告がなされています。これは満点は14点ってことでいいですか？ですね、14項目で各項目が3点が満点になりますので、42点、じゃあ3、あ、4、4分の1ぐらいチェックがあれば、これはもう臨床的に有意なレベルの不安とか鬱なんですね。そうですね。お、はい。で、じゃあ、方法はどういう方法がいいのかっていうところなんですけれども、これは、認知行動療法と心臓リハビリテーション、あと心臓リハビリテーションのみを比較した多施設の無作為化試験で、先ほどお示しした HATS を用いて、4ヶ月および12ヶ月で患者さんの不安と抑うつがどう変化するかっていうのを、評価しています。で、これで見てみると、グループでの CBT とリハビリテーションを組み合わせると、通常のリハビリテーションと比べて、経済的に抑うつと不安っていうのが優位に改善されたということが示されています。CBT っていうのが、認知行動療法になり認知ま行動す。療法ですね。はい。ただしですね、この、検討においては、再入院とかなどの心臓転機での、影響というのは評価がなされていません。で、あと誰がするのかっていうところなんですけど、こちらの研究は444人の健康不安を抱える患者さんに、認知行動療法と通常ケア群に分けて認知行動療法の有用性を調べてるんですけど、ちょっと面白いんですけど、最初は全部認知行動療法を看護師さんにやってもらおうと思ってたみたいなんですけど、ちょっとお金と問題で看護師さんだと全部難しくて、結局最終的にアシスタントの心理学者さんとか他のセラピストさんっていうのも、介入群の認知行動療法を行うスタッフに含まれています。で、結果、誰がやったら一番良かったかっていうところなんですけど、ちょっと分かりにくいんですけれども、一番下、グラフが下に落ちているのが看護師さんによる、認知行動療法なんですけれども、結局、看護師さんにやってもらったのが一番結果が良かったっていう形になっています。これは、その看護師さんという職業というよりは、一人の人が全部やったっていうのが良かったってことなんですかね。いや、看護師さんという職業が良かったっていう結果になってまええ、そうす。なんですか。なるほど。はい。で、なので、先ほどの疑問に関しては、看護師さんが行う認知行動療法が介入としては良さそうだっていう結果になりました。で、以上のことから今回の目的は、冠動脈疾患患者、もしくは外科的治療後の弁膜症患者において、心臓リハビリテーションとともに看護師さんによって提供される簡単なグループでの認知行動療法の効果を評価すること、また認知行動療法の追加によってリハビリテーションの遵守率や労働力の維持力、再入院率がどうなるのかというのを評価するというのを目標にしています。
方法ですけれども、今回のは、グループでの、認知行動療法とリハビリ、あとリハビリテーションのみを比較する多施設非盲検前向きの無作為化試験です。対象はデンマークの3つの病院において、精神的苦痛を伴う新規の冠動脈疾患、もしくは外科的治療後の弁膜症患者で、心理的苦痛は発によって測定を行われています。これ、ごめんなさい、グループの CBT っていうのと単独の CBT っていうのは違うんでしたっけ？あ、すみません、グループの認知行動療法とリハビリテーションを組み合わせた群と、リハビリテーションだけを行う群の2群に分けているっていう形で、ね。このグループ CBT っていうのは、グループっていうのは、あ、それはた、患者さん、介入者1人に対して、患者さん1人じゃなくて、介入者1人に対して複数の患者さんで一緒にその認知行動療法をやるということなんですね。はい、このつまり CBT にはグループ療法とそれが単独の CBT 療法っていうのがあるっていう、はい、聞き逃してたかもしれないけど、あ、そうなんですね。はい、これ、外科オペ後の、あ、オペ後の、まあ、弁膜症患者さんっていうのは、やった直後とっていうことなのか、それとも昔そういう記憶があるってことなのか、どっちなんですか？ですね、インクルージョンクライテリアで確か時期もある程度細かく決められてたと思うんですけれども、うん、起用とかではなくて新規の術後ある程度の時期で組み込まれてたと、うん、なるほど、早い時期、はい、思います。わかりました。はい、ありがとうございます。で、まあ、一応こちらがインクルージョンクライテリアで、新規の冠動脈疾患のイベントもしくは術後の患者さんで、初の A および初の D、まあ、不安と抑うつの初スコアがそれぞれ8点以上で、あとは65歳未満が基本的には取り込まれていて、で、65歳の以上の場合は働いている方っていうのが対象になっています。で、デンマークの研究なので、デンマーク語を話して理解ができる人っていうのが、対象になっています。エクスクルージョンクライテリアに関しては、EF が悪すぎる、ES35% 以下の方とか、他の重篤な合併症がある、ある薬物、アルコールの乱用歴や、まあ、他の、精神、深刻な精神病気をがある方っていうのは除外されています。ごめんなさい、ハッズの A と D っていうのがちょっと分かんなかったんですけど、すいません、このハッズスコアっていうのが、不安と、アングザイアティと抑うつ、はいはい、でそれぞれ、7項目ずつに分かれているので、この不安に関する項目がハッズ A、うん、で抑うつに関する項目がハッズ D って形になります。で、今回は A と D を分けたんでしたっけ？あ、そうですね、 A で8点以上でもいいですし、 D で8点以上でも大丈夫。あ、なるほど、あ、分かりました。はい、で、まあ、患者さんは、ランダム化されるのはこの、認知行動療法とリハビリを組み合わせている介入群と通常のリハビリテーションのみの対象群に無作為にランダム化されています。で、後ほどペーセントツリーをお示ししますけれども、さらにですね、インクルージョンクライテリアを満たすんですけれども、特に心理的苦痛がない患者さんっていうのがバックグラウンドグループとして集められてまして、まあ、この方も、3ヶ月後、6ヶ月後での、発スコアが評価されています。これ、バックグラウンドグループに関しては A も D も両方とも8点未満ということですね。そうですね。はい、わかりました。はい、で、通常のリハビリテーションなんですけれども、まあ、通常の心臓リハビリはグループベースで週2回8週間の運動プログラム。で、各セッションは90分間で強度トレーニングとレジスタンストレーニングの両方が含まれています。で、リハビリをする前にですね、CPX を行って、ピーク VO2 の測定が行われています。で、まあ、この心臓リハビリテーション、通常のだけでもかなりしっかりしてるなと思うんですけれども、まあ、そういったエクササイズに関することだけじゃなくて、栄養面とか生活面、あとは薬物とか、食事に関してなどですね、心疾患に関する患者教育っていうのもこのリハビリテーションの中で行われていて、必要であれば、専門家との個別セッションも設けられるという形になっています。で、介入群に関しては、まあ、先ほどもお話ししたんですけれども、3から4人の患者さんで構成されたグループでの認知行動療法による、まあ、心理教育っていうのを受けていただいて、まあ、この認知行動療法は経験豊富な心臓看護師さんによって行われています。で、この心臓看護師さんは、認知行動療法の専門家から一応教育を受けて、まあ、その心理学者からセッションに関するフィードバックも受けるという形になっています。で、認知行動療法はこのちょっとちっちゃいんですけど5つのセッションで構成されてまして、まあ、1週間に2時間のセッションを1回、行うという形になっています。で、一応統一されたマニュアルで3病院は、行うという形になっています。これ何回やるんでしたっけ？5セッションを、
だから5回やればいいっていう形です。1ああ、週そうなん間2時間のセッションを5回。だ。じゃあ、5週間っていうことそうでいい？ですね。まあ、続けて連続でいけば5週間で終了するというああ、なるほ形でど。す。それで、はい。やりきり、それで終わり。はい、そうです。で、あ、ごめんなさい。観察期間は？観察期間が2010、あ、フォローアップ期間は？フォローアップ期間がですね、2021年9月までフォローアップが行われていて、組み込みが2017年2月からですね。どのくらいなんだ？なんで、一応基本的には12ヶ月までのフォローアップになってになる。て、はい。はい、初の評価は、6ヶ月までの評価になります。あ、わかりました。はい、すいません。で、アウトカムですけれども、プライマリーアウトカムは、そのハッツスコアによって測定された心理学的苦痛の変化。で、セカンドリハウトカムいっぱいあるんですけど、まあ、ハッツの構成項目とか、リハビリテーションの遵守率、あとは職場復帰率とか、あとは、まあ、生活習慣病とかの状況や、QOL、あとは先ほど12ヶ月までって言ったんですけど、一応無作為化から12ヶ月以内での再入院、全身因子死亡、心筋梗塞および冠動脈の血行再建術っていうのも評価が行われています。で、結果ですけれども、2017年の2月から3月、2021年3月までに1532人がスクリーニングされて、最終的にランダマイズ化されたのは147人が、介入群とコントロール群に分けられています。で、まあ、一応インクルージョンクライテリアは満たしたけど、精神的に全く問題なかったよっていう人の中で、41人の連続した患者がバックグラウンドグループとして設定されています。結構、で、その言語の問題でエクスクルードされた患者さんが、まあまあいましたね。234人。そうですね、確かに。デンマーク語がわからない人たちっていうのは結構いるってことなんですね。はい、わかりそうですね。ました。はい。で、この介入群に関しては、ランダマイズされた後、まあ、ちょっと COVID とかの影響もある時期ではありましたので、8人がフォローアップが中止されてしまって、3ヶ月フォローアップできたのが66人となっています。で、対象群に関しては、無作為化後2人がフォローアップが中止になってまして、3ヶ月フォローアップされたのが71人です。で、6ヶ月フォローアップできたのは、さらに介入群で3人、対象群で4人抜けまして、介入群が63人、対象群が67人、で、バックグラウンド群は41人フォローアップされています。で、最終のフォローアップは2021年の9月という形になっています。で、キャラクタリスティックスですけれども、平均年齢は、54歳で、67%が男性。で、92%が、結局は冠動脈疾患の患者さんになっています。で、対象患者の89%が HER2A で8点以上。で、50%が HER2D で8点以上となっていまして。で、CABG 率に関しては、対象群が、少し多いという結果になっています。で、バックグラウンドグループに関しては、男性が多くて、比較的年齢が高め。で、イベント前に働いている患者さんが多いという結果になっていました。で、HER2の推移なんですけれども、こちら HER2 のトータルのスコアと、不安、あとディプレッションという形でグラフを示ししてますけれども、3ヶ月時点で合計の HER2 スコアは介入群で8点改善、対象群は4.1点改善で、優位に介入群で、改善を認めています。不安と抑うつに関しても介入群で大幅に改善しておりまして、その結果は6ヶ月後も維持されています。で、バックグラウンド群は緑でお示ししていますけれども、3ヶ月および6ヶ月フォローアップで HER2 スコアに特に変化はありませんでした。これ、わざわざバックグラウンドは置いてるわけですけど、バックグラウンドと介入群との差っていうのは特には検討されてないんですかね。そうですね。もしかしたらサプリメントで出てたかもしれないんですけど、なるほ特ど。に本文中には、統計的なものとしては表されてなかったです。これ P 値が0.001未満っていうのはどれとどれを比較してますか？これ、インターベンショングループと、コントロールグループだと思います。介入群と対象群。はい、わかりました。で、これが QOL の改善なんですけれども、ちょっと HER2QOL っていうスコアを使ってまして、
メンタル面と身体的スコアに分かれて合計の QOL っていう形のスコアリングになっています。で、まあ、この QOL に関しては3つのグループで改善してまして、3ヶ月時点で介入群と対象群の間には特に差はありませんでした。ただ、まあ、6ヶ月経ってみますと、総合スコアと感情スコアで介入群が優位に改善してまして、まあ、身体スコアに関しては優位差はなかったものの、まあ、一応介入群の方がいいという結果にはなっています。で、バックグラウンドグループに関してはベースラインで優位に高い、QOL となってまして、まあ、それの結果は3ヶ月から6ヶ月の追跡照射でも変わらないという形になっています。なるほど。これはつまりバックグラウンドグループでも、まあちょっと優位差検定はしてるかどうかわかんないんですが、上がってるってことは、時間が経つと、その疾病によるそのメンタル的なストレスっていうのも軽減していくよっていうことがわかるわけですね。はい、まさにそういうことだと思いはます。い、わかりました。ありがとうございます。で、ライフスタイルの目標の遵守率に関しては、まあ、心血管因子の危険因子の制御に関しては、特に2群間で優位差はなかったんですけれども、まあ、3ヶ月の時点で、リハビリの遵守率に関しては、介入群の方が優位にいいという結果になっています。で、職場復帰率に関しては、介入群で78%、対象群で67%で優位差は認めませんでした。で、12ヶ月の時点での再入院、死亡、再結構、再建に関してなんですけれども、左にお示ししているのが再入院に関してのグラフになりますけれども、介入群では、25%、対象群で49%再入院がありまして、優位に、介入群の方が少ないという結果になっています。で、死亡、心筋梗塞、再結構、再建に関しては、特に優位差は認めませんでした。これ、かなり衝撃的なデータなんですけど、心不全かの再、まあ、心不全に限らず再入院ってことですよね。そうですね。再入院がこれだけ差があるのに、職場復帰率っていうのは全然差がなかったってことですか。そうですね。まあ一応介入群の方が、まあ、後ろでも述べられてるんですけど、まあ、6ヶ月時点なんで、もしかしたらもうちょっと長期で見たら差が出てきたかもしれないなっていうふうには、後ろではディスカッションでは述べられてまなるしほた。ど。心不は全、い。もう一回見せてください。心不全のカップはライい。ン。なるほど。6ヶ月時点だと、このちょうど200日よりちょっと左ぐらいってことか。まあ、時間が経つにつれてカップラーメンもより開いてくるってことですよね。はい。はい、わかりました。で、ディスカッションになります。で、今回の研究では、心理的苦痛のある患者において、リハビリテーションにグループ CBT の5つのセッションが追加された群は、リハビリテーション単独と比較して不安と抑うつを優位に軽減しました。で、3ヶ月時点のハッツスコアは改善しておりまして、まあ、サブスケールも含めて6ヶ月のフォローアップでも維持されています。で、QOL およびリハビリテーションの遵守率も改善が見られておりまして、対象群と比較して介入群では12ヶ月後の再入院というのも減少を認めました。で、この不安と抑うつと QOL に関してなんですけれども、ちょっとこちらお示ししているのは、約5000人の心血管、冠動脈疾患患者を対象とした22の RCT のメタ解析なんですけれども、まあ、認知行動療法を行っている RCT なんですけれども、認知行動療法を行うことによって不安、抑うつ、QOL が改善するっていうのが一応示されています。ただしですね、こちらの RCT なんですけれども、CBT っていう認知行動療法がほとんど個別の認知行動療法で、さらに12週間を超える治療コースで、10以上のセッションで構成されて、さらにセラピストまた心理学者が介入を行っているっていうような RCT が多くてですね、まあ、現実的にこうリハビリテーションに実臨床で組み込んでいこうというのはなかなか難しそうな、CBT の、組み方になっていました。で、じゃあ、一番アクセスしやすいその認知行動療法のやり方って何だろうって考えてみると、インターネットベースのものだと思うんですけれども、このアプローチに関しては、通常のケアと比較して、不安と抑うつの有意な現象が見られなかったということがすでに過去に報告されています。で、まあ、今回の研究では看護師さんによって行われる5つのセッションの簡単なグループの CBT、まあ、認知行動療法で結構効果を示せたっていうところが大きくて、まあ、リハビリテーションの開始時に心理的苦痛のスクリーニングを行うっていう今回の手法も適切な時期であろうというふうに考察されています。で、まあ、不安と抑うつっていうのが心血管の危険因子の管理とリハビリテーションの遵守に悪影響を与えるってことは過去に報告されてるんですけれど
けども、まあ、今回の研究では特に心血管危険因子の改善に関しては差が見られていませんでした。で、まあ、これは両群ともですね、非常に管理が良かったので改善の余地がなかったこと。せいだろうというふうに考察されてまして、先ほど先生がご指摘されたようにですね、仕事復帰率に関しても有意差がなかったというところなんですけど、まあ、過去の報告と同じぐらいの復帰率ではあるというのと、まあ、一応6ヶ月時点での、フォローアップであるというところで、またもうちょっと長く見てみると変わってくるかもしれません。で、再入院に関してはですね、まあ、以前の研究で心理的苦痛と心臓イベントによる再入院との間には強い関連性があるってことはもうすでに報告されてまして、まあ、実際に今回の研究結果で、介入群というのが無作為化後12ヶ月で再入院のリスクを57%減らしたということが示されたという結果になっています。で、リミテーションですけれども、まあ、入院時に精神的苦痛の兆候がある、患者さんなんですけれども、この患者さん群というのは、リハビリテーションに参加可能な患者さんを対象としてまして、まあ、今回の研究ではより深刻な併存疾患を持っている方とか、まあ、精神的症状がより強い方っていうのには今回の結果を当てはめるのは難しいかもしれません。あとは、弁膜症患者も組み込んでますけど、まあ、かなり少数なので、基本的には冠動脈疾患の患者に適用可能な、方法かなと思います。で、あとは、まあ、介入の性質上、非盲検であるということと、まあ、心理的苦痛に焦点を当てることによる負の影響というのは評価していないというのと、まあ、マニュアル化された認知行動療法をしたんですけれども、その遵守率に関しては測定がされていないというのが述べられていました。コンクルージョンです。心臓看護師が精神的苦痛を伴う心臓病患者に心臓リハビリテーションと一緒に行う簡単なグループの認知行動療法は、不安と抑うつに臨床的に関連する効果があり、6ヶ月で QOL が改善され、リハビリテーションの遵守率と心血管再入院の減少が見られました。以上になります。はい、ありがとうございました。非常に興味深い、面白いトライアルで、しかも、再入院率を56%そうですね、も、57%か。57%も減らしたっていうのは、これはコストから考えてもとても意味のあるトライアルだと思いますけれども、ベーシックなところから、この今回はグループ CBT プラス、リハビリテーションとリハビリテーション単独ってことだったと思うんですけど、グループの CBT がいいっていう、なんかこうエビデンスっていうのはあるんですか？単独よりも。ですね、単独とグループで直接比較したっていうのはなかったかなと思うんですけなるど、ほど。まあ、グループの方がその医療者における負担っていうのも多分そう減るなんとですよ思うのね。いで、や、まさにそこ。で、やっぱりそのコストと時間っていうのも、まあ、制約がある中で、これだけのアウトプット出せるっていうのは、素晴らしいなというふうに思いましたけど、これって CBT 単独っていうのはどうなんですか？リハビリ、あくまでリハビリプラスに付随して、つまりリハビリの効果を良くしているのか、それとも CBT の上乗せ効果なのかっていうのがちょっと分からなかったんですけど。それは結構どう解析すればいいんですかね。多分その心臓リハビリを導入しないってことは、もう心臓リハビリがクラス1で推奨されてる時そうで点すでね。ハームになっちゃうので、ああ、な統るほど。計手え。法で何かこう解析しないといけないのかなと思うんですけど。そのリハビリの効率を良くするとか、リハビリの効果を上げるっていうのは何か証拠があるんですか？一応、まあ、遵守率は上がってますあ、のなるほで、ど。そういう意味そうでか、そはうか。リハビリの効果も上がっていると思います。わかりました。あと、今回65歳未満ということで、まあ、このハッズスコアっていうのが低い人は、まあ、若年者が多かったっていうことはわかるんですけど、まあ、我々がよく見ているようなですね、高齢の方、特に65歳以上の方っていうのに関しても、何かこれまでにエビデンスはありますか？そうですね。ちょっとごめんなさい。年齢で分けたところに関しては、ごめんなさい。なんちょっでこれと。65歳未満にしちゃったんだろうね。やっぱり効果が65歳以上だと薄れますかね。多分そうだと思います。多分この検討はかなりその有意差が出やすい対象群に選択バイアスは結構ある、なるほど、そうですトね。ライアルなのかなというふうには思うので、出やすい患者を結構選んでるかなとは思います。わ かりました。まあでも、やって損はなさそうな感じがしますよね。はい、わかりました。あとですね、その今回は、5セッションを受ける、つまりトータル、5週間で、
5週間ってこともないのか、トータル、ね、5時間のセッションってことですよね。トータル、10そ時れぞれ間。の、そうですね、10時間になり10時ま間です。すね。はい。で、それだけやって、まあ、中期の用語を比較していますけれども、これ続けるとさらにいいっていうような可能性はありますか？それともバックグラウンドの人たちがもう頭打ちになってるから、そんなに長く続けてもさほど意味はなさそうですかね。そうですね、難しいですね。この、RCT のメタ解析では、で組み込まれているその RCT 群の CBT っていうのは、もっと長い、セッションやってる人たちで結果が出てる RCT だと思うので、その長くても効果は多分あるんだとは思うんですけど、短くても大丈夫そうですね。だっていうところを今回の研究は言いたかったのかなと思います。なるほど。こうはいうい。トライアルって結構観察期間が短くて、まあ、せいぜい長くて1年間ぐらいっていうようなことが、なんかそこの印象としてあるんですけれども、やっぱりまあ、その長く伸ばしても、この効果っていうのは持続しそうですかね。難しいですわかんないね。ですね。そうですね。その認知行動療法自体が、その患者さん自身のその考え方の癖を治すっていうような治療法なので、まあそれが確立されれば、もしかしたらその長くそのセッションをやらなくても、その短いセッションで十分その、認知行動療法の効果が得られれば、長くなくてもいいのかもしれないなってとことはで思すいね。ます。はとい。なってくると、こう追試というかですね、まあ、落ちこぼれの生徒っていうのは、こうさらに6セッション目、7セッション目があるっていうことは、特には今回はないんですもんね。そうですね、今回はそういうのは組まれてないわかでります。した。最後にメカニズムについて少し何か考察があれば聞かせていただきたいんですけれども。メカニズム、はい。つまり、あくまで遵守、そのリハビリの遵守率が上がるっていうことなのか、どうなのか。ああ、なるほど。まあ、再入院率に関しては、まあ、早い段階で、その、認知行動療法も組み合わせて、心理テックスを取るっていうようなケアをしたことによって、まあ、余計な共通とか、まあ、本当に共通なのか、冠動脈疾患による症状なのかなっていうような、まあ、ちょっと余なる計なほ入ど。院っていうのも減った可能性っていうのなはあるるほかどなと思います。ね。そうですね。なんか症状があるっぽくて、で、まあ、よく見てみると、確かに冠動脈が再狭窄しているような気もするから治療になっちゃったっていうような、まあ、そういうことももしかしたら確かにあるのかもしれないですね。はい、わかりました。ありがとうございました。ということで、今日はですね、デンマークの短視説研究ですかね。で、ランドマイズドの前向きトライアルで、カルディアックリハビリテーションを受けた、冠動脈疾患ないしは、オペを受けた弁膜症疾患の患者さんに、プラスして、認知行動療法を、まあ、トータル10時間、5回のセッションを受けるということをやると、HAD のスコアもですね、QOL に関しても、それから、心不全の再入院率っていうのも、減らすことができたという、とても興味深いトライアルでした。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。